下げちゃいますね。 日本酒仕込みの梅酒でご用意しておりまして、
で先に前菜の盛り合わせ真ん中とで左手側に白い丸い器に入っているのはかぼちゃの煮物かぼちゃとたけのこの煮物が入っています。でお刺身がマグロのスモークと、ナマズと大イワナの昆布締めになりますね。続いてお魚をお持ちいたしました。手前下げちゃいますね。ありがとうございます。イワナの塩焼きお熱いうちにどうぞお召し上がりください。ミニ焼き芋、焼き芋に見立ててさつまいもを練ったもの、あの焼き芋みたいな形でねご用意させていただいてますね。お味噌汁は熱いのでお気をつけください。ちょっとご飯はあんまり多いで、あ、でもそんなに多くないので入れちゃいますね。多かったら残していただければ。暑いです。お気をつけください。上飲みの雑炊になりまして、あのずっと続いているメニューの一つになります。お味うちにどうぞお召し上がりください。あの右側のグラスに入っているのが匠の里道の駅で作っている飲むヨーグルトになりますね。であのサラダのドレッシングが納豆の上にごまドレッシングついてますので、そちらでお召し上がりください。であの下の納豆も地元の納豆を使ってまして、下に添えているごま塩とネギでお召し上がりいただくか、あとはお好みでお醤油でお召し上がりください。じゃあご飯もよそいますね。